こんばんばは、岡田敏夫です。えー、岡田敏夫のマンガアニメ「やわ」ですね、えー。まあまだこれあの生放送なんですよ、この部分は。マンガアニメ「やわ」のガンダムの解説の部分は、えー、録画したやつなんですけども、今は生放送でございます。えーえーで とりあえずです、ねあの、一番最初は雑談ということもないんですけども昨日と今日のです、ね、夏空の話をですねあの軽くしようと思いますあのついにですねセル仕上げがですね、えー、夏が作ってるアニメ「白蛇伝ではないですねあのあ番組の中ではなてでかな白邪なんとか」っていうんですけどものです、ね、セルの仕上げがですね終わっ まあ,あの実際にセルが仕上げ終わったと思って現場は盛り上がってますけどもあのまだ背景との組み合わせいわゆる「殺出し」ていうのがあるわけですよね。でついついそのアニメの経験者としてはいやセル仕上げが終わったからといって万歳はねえだろう!と」と終わったではなくてあのあと。 背景と組み合わせて撮影に出して上がってきたのを見たらもうなんかリテイクリテイクでってこっからまだまだ辛いんだと思ったんですけどもよくよく考えたらですね当時の東映はですねそんなにリテイク出ないんですよね。あのねえーとねまあ ま、あ、スタッフ優秀だというのもあるんですけども、全部一箇所で作ってるから、お互いに意思疎通が、あの、できてるので無駄がないと。結局今の体制の、今のアニメーションって普通のやり方としては、え、コンテ上がりました。で、えー、レイアウトできたら、レイアウトがそのまんま作画の方と背景の方に分かれて、背景さんを背景さんでそのレイアウトを見て背景書いて、で、作画は作画で、 そのレイアウトを見てあの原画描いて動画描いてたから合わせると案外合わないっていう時があってですねあのずーっとこう果てしなくこう別のところで作業してるからなんですけども投影動画だったら同じ場所でやってるから撮影まで全部同じとこでやってるからあまりねあの誤解がないんですよねでおまけに、まあ、言い方悪いですけど今のアニメを作ってるです、ね、そのんアニメの専門学校を出てるです、ね、アニメーターで作る制作体制とですね当時の 一流の美術大学を出てる優等生を雇ってですね作ってる体制ではですねやっぱり違うんですよねいまだにやっぱりいまだにってことはないんですけどもまだセル時代の末期でもですねあの例えばサンライズのガンダムとかですねそののいつも撮影してるスタジオがですねたまにあの東映のからですね なんでヘルプがかかってきて、東映のセルが回ってきた時に、あまりに美しくて、うわっ、東映のセルって、傷も埃もも何もないやと思ってびっくりしたっていう話が、まあ、結構有名なんですけどもですね、やっぱそれぐらいレベルが違ったんですね。だから、いやー、よくよく考えたら、あの、あとは、テイクあんまりないんだろうなっていうふうに、ちょっとね、思ってびっ,あのびっくりしました。反射的に、え まだまだリテイクあるじゃんと思ったです、ね、私はです、ね、あまりに貧乏な体制しか知らないからですよね、えー、その他です、ね、か YouTube のほ you うにです、ね、コメント欄に質問があったのでちょっと面白かったので答えようと思います、えー、岡田さん、一つ質問です夏のモデルになった岡のあ奥村玲子さんといい宮崎駿や高畑勲といいなぜ両家の人たちがですね えー、つまりまあ東京大学を出た高畑勲とかです、ね、学習院大学を出た宮崎駿というなぜいい家の育ちの人たちが東映動画に続々と入社されたんでしょうかっていうです、ね、のがあるんですけどもあのねやっぱりねみ,みんなやっぱりピンとこないんだよねそこら辺は。 会社が一流電鉄会社か親会社ので一流の会社だからですね家柄も採用基準にあるからだよね今はねあの学歴社会だから学歴社会だからこそ普通の会社がですねあの一般の会社とか一流企業がですね採用する時の条件っていうのは出身校になるわけだね出身校あのいい大学出てないとうちは取らないよっていうような考え方だったんだけども昭和30年代前半っていうのは 出身校よりも、さらに古い、学歴よりもさらに古い価値観の家柄というのがまだ幅を利かせた時代でもあるなのでそのいくら一流大学出ててもちょっと生まれ育ちの悪いやつは例えばそのあの三井三菱とていう財閥系の会社に入れなかったり銀行に入れなかったりするのは当たり前だったんだよね。なのであのー、あなんかそれはなんだろうな。 なんでそういういい家の人ばっかりが集まってくるんでしょうっていうのは会社が自然と生まれ育ちの悪いやつらっていうのをあまり採用しなかったからな,なのでそういう人たちは虫プロに行ったというわけではあってでも虫プロと東映とのやっぱりその対立っていうのはここら辺もねあって面白いと思うんですけれどもですねまあ、えー、雑談はこれぐらいにしてですね今回の で、えー、講座の見どころです、えー。今日はです、ね、ガンダムのです、ねえー、大気圏突入ですね、見どころはです、ねまあ、冒頭の方で言うです、ねえー、大気摩擦の正体、よくあのもうね、さすがにあんまり言う人いないんだけども大気摩擦って言葉があるんだけどもそんなものは存在しないというです、ねえー、空力加熱っていうふうに最近は言うんですけどもですね 空気加熱というのの正体は何なのかですね、えー、大気圏突入でなんでそれがドラマになるのかですね、えー、大気圏突入っていうのはですねその、えー、大気ブレーキによるは、えー、発熱熱とです、ね、圧力にいかに耐えるのかっていうのにかかってるわけですよっていうのはホワイトベースはです、ね、宇宙空間飛んできてです、ね、これが地球にまっすぐ降りてきたらです、ね、熱も圧力もちょっとね上がりすぎてるんですよね。 で、ホワイトベースはルナツーから一週間かけて地球まで飛んできたんですけどもですね、大体、あのー、これをですね、月と地球の距離から換算したらですね、えー、ルナツーから地球までだと大体40万キロ。で、これを、あの、ま、あ6日間ぐらい飛んできたとしたらですね、秒速600メートルぐらいかな。えー、まあまあまあ、マッハ1から 2ぐらいの速度になると思うんですけども地球に近づくにつれて引力に引っ張られて地球の重力場に引っ張られてどん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 加速するんですねえー、ここら辺りはですねまああんまりその一般に生活したリアリティないんですよ月と地球の間は無重力だというふうにみんな思っちゃうまあ無重力は無重力なんですよだから地球に近づいてもですねまるでふわ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 浮いているように思うんですけど違うんですよ 月から地球というかルナ2から地球に来るにつれてホワイトベースは地球の重力波にグーっと引っ張られてどん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 加速するんですねで地球に着いた頃にはですね大体まあマッハ20ぐらいになってるはずですでそのマッハ20になっている速度をですね、えー、大気によるブレーキをかけながらつまり大気圏突入っていうのはマッハ20ぐらいの速度をその大気圏に突入することによってブレーキをかけてマッハ1 ぐらいですよね浅い角度で。できるだけ浅い角度で空気の中に入っていってですね数分間かけて、まあ、あのマッハ1ぐらいに減速するとでホワイトベースの巨大な質量がマッハ20あるわけですから、まあ、あのエネルギーというのはですね質量をかけるスピードですよねでその巨大なホワイトベースの質量をかけるマッハ19分のですね膨大なエネルギーというのが全て熱に変換されて ホワイトベース自身に襲いかかってくるわけですね。その間、すべてのまあ無線とかレーザー通信も使えなくなってくると。この辺のですね、割とあの科学的な交渉もですね、ガンダムのです、ね、大気圏の突入の見どころだと思います。えー、あとはですね、えー、みんな大好きガンダムハンマーとか、<laughs> みんな大好きとは限らないんですけどね、ガンダムハンマーあったかなこっち側に。えっ、ー、とねあ、持ってきてねえな、あの、いわゆるね、 トゲののいた鉄の弾なんだけど、ガンダムハンマーという武器があってねもう本当にねこれ僕愉快で好きなんですけどもこの,あの武器の考察をですねまあやってますので聞いてみてください <laughs> えとですねそれではですね「機動戦士ガンダム大気圏突入」準備の方よろしいでしょうか、えー、それでは見てくださいどうぞ、えー、岡田司夫の「ガンダム講座」えー、今日はですね、えー、第5話「 大気圏突入を取り上げます。お話としてはですね、前回のですね、第四話ルナツ脱出作戦で、まあルナツから地球に行けというふうに言われたホワイトベースですね。で、これから大気圏突入して、でまあお話のスケールが一気に上がっていきます。えー、で、宇宙兵器本来ホワイトベースにしてもガンダムにしてもですね、宇宙兵器なわけですね。無重力空間またはスペースコロニーの中での運用を 目的として作られた兵器なんですけどそれが地球でどういうふうに戦うのかですねでまあシャアが最後の襲撃をすることになりますこれ以降戦いのですねメインはですねガルマっていうですねジオンの一族の、まあ、末息子が中心になってでジオンの陸上部隊というですね巨大な兵力に対してホワイト・ベースっていうのは立ち向かうことになるんですね。 でホワイトベース最後にこの体験突入成功して地球に戻ることができるんですけどでもっていうのがですねこの大気圏突入ゴアのざっとした流れです。えー、冒頭の方でですねあのそろそろですねまああのルナ2の時でも、えー、難民たちをホワイトベースに乗せてるわけですねまあ難民たちを乗せてるというよりは全員難民なんですよねあのホワイトベースで生き残ってる 連邦軍の兵隊というのがちょっといたんですけども、それはもうほとんど半分怪我人、半分じゃないな、ほぼ怪我人でまともに動けるのは士官候補生の18歳のブライトだけだったんですよ。それ以外の軍人っていうのも全員怪我してて、でまああのルナツに引き取られたりしたんでですね、まあもともとブライト以外は全部難民なわけですね。でも難民の中でもメインキャラクターたちが軍服着てですね、でガンダムに乗って出撃したりしてるもんですから、なんとなくホワイトベースの メンバー対難民っていうふうに見てしまうんですけど実際そうでなくてですね全員がほぼ難民な状態ですでその難民の中でもおじいちゃんとかからおばあちゃんからそろそろ文句が上がってくるわけですね。えー、ほわ本当に言えばルナーで何かこう保護してもらえると思ったらダメだったとそれを一部の若者たちの軍服着たやつらは納得してるみたいだけどわしらは納得しないといつの間にかリーダーが決まってしまったんだそれより サイドセブンにはいつ帰れるのか。もう帰れるはずがないんですけどもおじいちゃんおばあちゃんはそんなことを要求していると。でそこでまあ今回はまだマシなんですけどそろそろ言い合いみたいなのが始まって次回以降ですねそのホワイトベースのクルーといわれるたまたま軍服を着た難民少年たちと難民の大人たちの対立がどんどん深まっていきます。 えー、南米のジャブローに向かってホワイトベース行けるんで帰れると思ったおじいちゃんがこんな話をします「地球へ着いたらあの子をわしの故郷へ連れて行こうと思っとるんだ」「あの子っていうのはアムロが、まあ、ちょっとおもちゃとかを修理してあげたちっちゃい男の子です」「もう二度と地球の土は不免と思っとりましたからな」「サイドセブンに来る前は南米でコーヒー園をやっとってな」「知っとるかこれがコーヒーの豆じゃん」豆を見せる今度地球へ帰ったらわしは絶対に動かんよ。 ジオンの奴らが攻めてきたって、地球連邦の偉いさんが強制退去を命令したって、わしは地球で骨を埋めるんだっていうセリフがあります。すごい自然に流れていくので、なんかね、関係ないシーンみたいに見えるんですけども、これガンダムのですね。何でしょうね、この戦争の実情みたいなものを話してるんですね。なんでこのおじいちゃんは南米のコーヒー園、コーヒー豆をわざわざ見せて、南米のコーヒー園って言ったのかっていうと。 このおじいちゃんにとっての敵っていうのは何かっていうと今住んでるサイドセブンを攻めてきたジオン軍一つはそうなんですよでも同時に南米のコーヒー園にもともとといたんですよね。南米のコーヒーヒ園がダメだったとはおじいちゃん一言も言ってないんですよ。南米のコーヒー園っていうのは何かっていうとそのおじいちゃんのセリフの中にある「強制退去を命令した」って偉いさんが強制退去を命令したって,したってわしは動かんよ。じ ということはどうかというと、強制退去を命じられたわけですね。それは何でかというと、南米にはですね。ジャブローっていうですね。連邦軍の最大の基地があると。この連邦軍の基地を作るために、南米からはですね。どん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 、それまで普通に生活してた人たち。コーヒー農園で成功していて、それなりに裕福な生活を代々代々してきた人たち。全員が追い出されて、サイドセブンっていう宇宙に捨てられたというのがわかるんですね。なので、このおじいちゃんにとっては。 恨んでいるのは、攻めてきたジオンもそうですし。もともと地球から追い出して、追い出した。地球連邦の偉いさんというのを、全く同列として語られているんですね。このことを、そのことに何にも気がつかないアムロに向かって語るというのが、まあ、作者のやろうとしていることですね。アムロはこの時点でおじいちゃんが言っていることをわかる必要はないんですよ。ただ、見ている人には、この戦争というのは何なのかというと。 アムロはこれからジオンを敵だと思って憎むことになるんだけどももうちょっとマクロな目で見たらこういうふうになってるんですよという構造を作者は説明しててくれてるんですね。このおじいちゃんにとっての敵っていうのは今住んでるサイド成分を襲ってきたジオン昔住んでいた南米の農園を追い出した地球連邦両方とも敵なんですね。そういういいのが言わせたいから。 南米ってせりふをわざわざ南米のコーヒーゲンってせりふを入れてもしこれガンダムがですねもっと長期のドラマとして作れたらここら辺のものも伏線として後で回収できたかもわかんないんですけども、まあ、そんなことを今言ってもしょうがないと今回のです、ね、大気圏突入のポイントは3つあります。1つ目は大気圏突入っていうですね大変そのエッセフアニメとしても珍しいですね戦闘のシチュエーション2つ目はですね ガンダムハンマーっていうですね。え、そんなの武器としてありなのっていう。これまで知能指数全部120オーバーで作られてきたガンダムがいけない自動指数80になる。鎖のついた鉄の弾をですね、ガンダムが使わざるを得なくなる状況ですね。三つ目はですね、今回が多分最後なんですよね。シャアの葛藤というのが書かれる。 これ以降、シャアっていうのはですねガルマと出会ってからですねそういう面をほとんど見せなくなってしまうんですけれども実はシャアっていうのはですねどういう人間だったのかっていうのがよくわかるシャアの葛藤この3つが描かれるのが大気圏突,入です突入です。では1つ目大気圏突入というですねその突入の戦闘自体の話をします。えー、大気圏突入の,時にです、ねえー、の前にですねシャアが、えーまあ、部下を集めて言うのを言うセリフです。 新たに3機のザクが間に合ったのは幸いである20分後には大気圏に突入するこのタイミングで戦闘を仕掛けたという事実はほこん例がない地球の引力に引かれ大気圏に突入すればザクとて一瞬のうちに燃え尽きてしまうだろうしかし敵が大気圏突入のために全神経を集中している今こそザクで攻撃するチャンスだ第1目標木馬第2目標敵のモビルスーツ戦闘時間は2分とないはずだが諸君らであればこの作戦を成し遂げられるだろう期待する とということで,です、ね、戦闘時間が2分しかない戦闘なんですね。というのはこれからですねホワイトベースもそうなんですけども、えー、ホワイトベースがです、ね、地球に向かって降りてきて大気圏突入すると大気圏突入っていうのは何なのかっていうとですねんかね大気圏突入の際に戦うっていうのは地味だけどすごくてです、ね、これまで SF アニメではまあ割と無視してきた普通に地球に なんかこうゆっくり帰ってくるのが多かったんですけども「えー、機動戦士ガンダム」ではですね富野さんが本格的な SF というのはちゃんとやりたいというのがベースで、えー、語られています。でまず、まあ、最初のうちに言っておきたいのがですねもう,もう最近有名になってきたんですけどよく「大気摩擦」という言い方をします。あれが、まあ、間違いだということだけはちょっと覚えておいてください。でこれまでの通説ではですね 空気がこの表面をこすって摩擦ですねこの摩擦熱で熱を持つというふうに思っている人が多かったんですけど実際そうじゃないそうじゃなくてこの巨大な物体がですね地球に向かってマッハ20とか30という速度で落ちてくるそうすると空気がこれ避けきれないんですよね避けきれなくてですねこの正面で避けきれなくなった空気が圧縮されると。これ 高校の物理とかで習う中学でも習うかなあの断熱圧縮ということで,ですね外と熱のやり取り外の系と熱のやり取りができない状態で圧縮されると物質の温度は上がります。でここはですね 極めて速い速度で物が来ているからですね、外の経度温度のやり取りができないんですね。空気がギュッと圧縮された結果ですね、大体ですね、アポロ宇宙船であれば、えー、摂氏5000度から6000度ですね、えー。スペースシャトルでもですね、1000度から2000度の間ぐらいにまで温度が上がると言われています。だからあくまでこれは大気摩擦じゃなくて空気がギュッと圧縮される熱なんですね。もちろん。 ジオンの戦艦はそんなことできないので、えー、ジオンではですね硬化カプセルっていうですねあの地球の大気圏に突入する専用のカプセルみたいな小さいものがあるんですねそれで硬化するで、えー、ホワイトベースに援護に来ているですねサラミスっていうやつも硬化カプセルがついてそれだけあるとしかしホワイトベースは船ごと硬化するんですねまあこの辺でですねシャアたちはすごいびっくりするという同時に恐れるんですね 海戦の時は、はおそらく、絶対ににに地球連邦に比べて、何年間か前に進んでたはずだと。しかし地球連邦はあの膨大な財力国力をベースにしてわずか8ヶ月間の間に逆転して自分たちではできない宇宙戦艦でありながら大気圏に突入する宇宙船を作り上げたと,と同時に自分たちのザクモビルスーツ以上の性能を持つ白いモビルスーツガンダムですねを作り上げた。 これがそのシャアたちを怯えさせてるんですね。なのでぜひともこれはただ早いうちたたかなければならないそれは大気圏突入で敵の動きが取れない時だっていうふうな判断になります。で、えー、もうあの映像を見てもらったらわかるんですけれども、えー、結局戦闘が長引いてしまって、えー、シャアの部下がですね ザクが1台逃げ損ねて、て突入してしま,いますでこう体をかばうようにしながら爆発してしまうんですねしかしガンダムはですねガンダムも逃げ損ねて体験を突入するからシャアはこれで勝ったと思うんですね。戦闘では負けたけども戦略で勝ったと少なくともガンダムを破壊することに成功したと思うんですけどもガンダムは腰のポケットからですねフィルムみたいなものを出してさっとかぶって、まあ、体験を突入します。 後に劇場版では設定が変わっちゃうんですけども、このシーンですね。まああの本編のほとんど最後です、えー。ガンダムはフィルムみたいなものを被って、えー、体験突入します。で、これはですね、有剤アブレーションっていう、えー、方法です。えー、っとね、スペースシャトルでは使わないから知らない人がもう多くなってきたんですけども、昔ね。 アポロ宇宙船とかマイケーとかジェミニ宇宙船が日本にまあまあ,あの NASA のです、ね、展示とかで回ってきた時にですね僕もあの行って見たことがあるんですけども宇宙船の底ってもうこれ何かっていうと実はそこには厚さ4 0センチとか5 0センチぐらいの厚みでポリマーですね化学物質が塗ってあるんですよ。でそののポリマーが、大気とのです、ね、熱でどんどんどん,どん溶けて、 気化するんですね。で、気化熱が奪われると、これが有助です。アブレーションの原理です。つまり、分厚くプラスチックのですね、塗料を塗っておいて、それが大気の熱でどん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 溶けて気化して剥がれていくことによって、えー、本体にですね、熱の影響を及ぼさないということなんですよ。で、おそらくこのガンダムが被っているフィルムも。 画面の中ででは薄く見えるんですね。厚み数センチぐらいに見えるんですけどもこれが遊女だとすればおそらく厚みはですねやっぱり50センチから60センチぐらいあるはずですその50センチとから60センチぐらいあるものが次々と溶けてガンダムのこの表面から剥がれて落ちることによってガンダムがです、ね、熱にさらされるのを探していると別にこれって熱に強い素材で守っているわけでも何でもないですよ。そうじゃなくて大事なのは溶けてどんどんなくなっていくこと。 大剣突入したら、最後はそれが空気の勢いでバリッと破れるぐらい薄くなっても構わない。これが、その遊女という考え方なんですね。で、えー、これでですね、ガンダムというのがようやく助かったんですけども、さっきの大剣の突入。一つ目の見どころって言ったのが、シャアの作戦なんですね、えー。ドレンのセリフです。ようやくわかりましたよ。シャア少佐。余震場、大気圏突入前に敵を打ち漏らしても。 敵の侵入角度を変えさせて我が軍の制圧下の大陸に木馬を引き寄せる二段構えの作戦ですなっていうふうにドレンは言います。えー、っとこれがですねシャアの作戦の全貌なんですけどもこれ下が地球です。で本来行きたかったのが南アメリカなんですね。えー、これは連邦軍のです、ね、基地がある勢力下です。ところが、えー、シャアはですねホワイトベースに襲いかかるときに やや情報に向けてミサイルをいっぱい撃たせるんですね。で、ホワイトベースはそれをくぐり抜けるように下へ下へというふうに降りてしまう。宇宙空間の軌道において下に降りるっていうのはですね、別に舵を下に切ることじゃないんですよ。軌道速度を落とすことなんですね。軌道速度で,ですね、1秒間に大体7.8キロぐらいの速度で回ってる、その速度で進んでるんですけど、その速度を落とすと、まあ、高度を下げることができるんですね。 そうやってホワイトベースに速度を落とさせることによって自動的に軌道は変わっちゃういわゆる侵入角が深くなるわけですね。でこう侵入角が通常のままだったら南米まで行くのがミサイルが襲ってくることによって侵入角をもっと深くすることによって北米つまりジオンの支配下にあるですね、えー、具体的に言えばですね現在のアメリカがあるあたりにですねホワイトベースを追い込んでるわけです、ね。このの二段構えの作戦に、 ドレンはです、ね、後でで気がついてすね、つまり自分たちは攻撃するつもりだったんだけどもし攻撃が駄目だったら自分たちの勢力下に追い込めばいいっていうですね何段か構えの作戦っていうのをシャーが考えてたとこの辺もねなんかこのセリフでスッと言われるだけだからなかなか分かりきらないんですけれども。 あの若い頃からですね、えー。中学高校の時の富野監督の夢はですね。ロケット科学者になることで,ですね。<laughs> ほんでおまけにですね。あのノートにしょっちゅうですね。軌道図とかですね。あのロケットの排気速度とかを書いてたそうですから、ここら辺のことはもう。富野さんはもともとは専門なんですね。宇宙空間でのドッキングとかですね。何が難しいかっていうと速度を合わせるとかですね。もしくは軌道の高さを合わせる。素人が考えたら、なんか宇宙空間でこういう風な位置に。いて、 でここにもう1機がここに行くとしたらロケットをこう吹いたらこういうふうに行くんだろうというふうに考えちゃうんけど違うんですね。ロケットを下手に吹いちゃったら軌道速度が上がっちゃうからこうなってしまうんですね下が地球だとしたら完全な無重力の宇宙空間じゃなくて軌道上で動いてるものっていうのは必ず速度が上がれば自動的に軌道が上がるっていうですねおかしな動きをするとこういうことの専門家 の宇宙飛行士っていうのも実はすごく少なくてアポロ宇宙船ではですねオルドリン宇宙飛行士っていうですねあのアームストロング船長と喧嘩しながら月着陸船でアポロ17号で降りたオルドリン宇宙飛行士っいうのがいるんですけどこの人がこのランデー,ブードッキングの専門家なんですねどれぐらい加速したら宇宙船がどんなどん動きするのかっていうのが分かってたから月着陸船はお前オルドリンお前のものだっていうふうに言われて「生きようよ」と「分かった!」って言って月へ降りる時にでもアームストロングが船長だから彼が先に月降りると言われてオルドリン「えー、裏切られた!」 っていう大揉めになったという話はまた、まああのまあ、だいぶ前にも調べました,たけどいつかまた、えー、ここの講義でアポ,ロアポロ宇宙船っていうのをやる時にですねこの2人のいい話をまだしますから。ということで軌道上ですね軌道上では物の動きっていうのが僕らが考えているよりは複雑なのでシャアはそれを読んでですねホワイトベースのクルーは素人だから高度を落とすイコール 地球に降りていくときの行き先が変わっちゃうっていうのがわかんないだろうと思ってこれ仕掛けてまんまと北アメリカに誘い込んだわけですね。いや、さすがシャアですね。えー、頭がいいし。あと、なんでしょうね。あの、例え、 軌道で撃ち漏らすことに失敗しても、ですね。この後は、ガルマのですね。軍にホワイトベースを引き渡すことができるわけですね。そうすると、ガルマが、まあ、ホワイトベースを落としてもいいし。ガルマが失敗したら、逆に、ほら、ガルマの総力を挙げて、ダメだったのは、俺、ここまで追い込んだの、すごいだろうって、自分の手柄になるのを分かってたというですね。何段も構えている。このシャアのずる賢さ、というかですね、えー。頭の良さが見れる。なかなかあのいい回だと思います。 で、次ですガンンダムハンマーです、ね、あのー、ガンダムハンマーっていうのはですねガンダムの兵器なんですけどもまあ簡単に言うと鉄の巨大なトゲのついた鉄の玉に鎖がついて反対側に取っ手がついていてこれをガンダムが振り回してて敵に当てるっていうやつなんですよで。ガンダム以前のロボットアニメでも似たような兵器はあったんですけどもガンダムほどですねリアル路線じゃなかったから別に兵器っていうか不思議じゃないんですね。 ガンダムの一つ前のザンボット3あ二つ前かザンボット3ってアニメではザンボット3はですね剣とか槍とか持ってたんですけれどもさほど変じゃなかったんですよ <laughs> ただガンダムでもですねそろそろ変になってきたしかしですねザンボット3の頃からそうだったんですけど富野喜幸監督はですねプロ 職業人人ととしてててのののアニメ監督いいうに、すごい誇りをを持っっる人で、ででスポンサーの容器を全て飲むので有名だったんです、ね、あの番組が始まる前アニメの企画の時にスポンサーの人のところに行って「要求を全部言ってください」「その要求は全部入れ込みます」っていうふうに言ってた人ですから。でこの「ガンダム」の時もですねクローバーという会社に行ってですね何が欲しいんですかと。クローバーが出した条件は主人公のロボットは赤黄色で3機合体するっていう。 わかりました。赤青黄色で3機合体ですね <laughs> とこれを3機合体というの中央部分が脱出用のカプセルになっててそれだけで戦闘機になるでその上下の部分は A パーツ B パーツというふうにアニメの中では呼ばせてで道具っぽさを出そうこれまでの3機合体だなんかこうゲッタロウだみたいな感じにはしたくないというこういうふうに乗り越えたわけなんですけどもその他、ですねクローバーが要求したのはですねこの当時 まあ、バンダイが始めた超合金っていう亜鉛、ね、ダイキャスト合金ですね正確にはアンチモニーっていいます、えー、鉛と鈴とその他添加物をいくつか加えたものをアンチモニー合金というふうに言うんですけども重くてずっしりして加工がしやすいとつまり型の中に流し込んだら溶かしたアンチモニーとかは大い,いね2 0 0度 c ぐらいで溶けるんですねアンチモニーっていうの で、えー、型に流し込んだらですねすぐにまあまあ、あのー、おもちゃにできるとというですね優れものだったんですねなのでこれまでのプラスチックが中心だったおもちゃの中にその金属の塊を入れることでずっしりした存在感ができるとで超合金マジンガーデットってこう小さい本当に金属の塊みたいなプラスチック部品もいっぱいあるんですけど出たとでそれがどん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 合体ロボとかができて巨大化していてですね割とこの合体メーカー全部を組み合わせた ボックスのいわゆる DVD ボックスみたいにです、ね、いろんな武器セットみたいなのも発売されるようになったんですねそれがおもちゃ屋さんの主力商品になってたというのがガンダムの時代です。でガンダムもクローバー社というところからですねその超合金というのはです、ね、バンダイがなんかこう千倍特許みたいになってたんで予想はですねなんとか合金とかいうふうにいろいろ言ってたんですよ。でガンダムもそのボックスが出てたんですけどもそれを見たらですねまあクローバーが要求したものがわかるんですけども。 剣、あとですね銃撃つ銃あとですね薙刀でトゲのついた鉄の玉であと何だろうバズーカこれだけのものを使いこなしてくれとまあプレイアビリティっていうんですけど男の子が買った時にですねそのボックスの表面が透明のセルファーになってて武器が全部透けて見えるわけですね。でこれを見たらうわかっこいいロボットこのロボット全部これ使うんだ で当然ロケットパンチも出るだろうと思ったらやっぱクローバーの超合金のガンダムパンチも出るんですけどもさすがにそれは富野さんこうアニメの中でやってませんただ今言ったですねあの刀銃薙刀鉄の弾っていうのはですねちゃんと真面目にですねガンダムのストーリーの中で出てくるんですねでまあ剣はビームサーベルという形ですねこれもあの 刀を出してくれって言われた時に、とさん、刀って言われてですね、リアルなロボットの中で刀を出すのはどうすればいいんだろうそうだ、新兵器として筒を出して筒からビュンとレーザーの光が出ればいいんだ。これはまあガンダムの最初の頃の講義でお話し,しました。で、銃は長距離攻撃用のビームサーブ、あ、ビームライフル。 何あの連邦軍のモビルスーツは戦艦並みのビームライフルを持ってるというのかということでなんか特殊な新兵器っぽさで登場させることができました。です。槍みたいな穂先っていう小さい刃ではなくて子供が喜ぶ棒の先にでっかい刀がついてる状態が欲しいということでぎなんですけどこれはビームジャベリンっていうですね こっからさらに棒の部分がジュンと伸びてその先がパッと広がってカエデの葉っぱっていうんですかねあのそういうふうな光になるというふうなことでガンダムがな,ぎな持ってこれも後にですねガンダムの,あの整備してる最中にですねここのスイッチを切り替えるとっていうふうにアムロが言うとビームサーベルがヒュンとあの倉庫の中でですよ、ね、整備庫の中で伸びてその先に光がボンと出て。 なぎなたになる描写というのがビームジャベリンでもなる描写をちゃんと整備中に出してるんですね。であとでですねガルマのガウ空中空母という飛行機と戦う時に縦にぐっさり刺したりして <laughs> 一応活躍のシーン入れて丁寧に丁寧に出してるんですけどもこのトゲのついた鉄の玉だけはですねなかなか使いにくいというふうなことでですね今回ですねアムロックはですねガンダムあバズーカを持って出撃します。 でガンダムバズーカを持って出撃するんですけどガンダムバズーカって面白くてですね後ろに弾があのちゃんと装填されてるんですけども毎回毎回必ずガンダムがバズーカを撃つたびにその弾がガシャンって次の弾が装填する様子がアニメーションで現れてそのたびに僕らは残り2発しかない残り1発しかないというのが見てわかるようになってるんですね。そんだけの丁寧な描写ををしててるるから、ガンアムムロがガンダムバズーカを持って出たびに、 もう僕らも多分テレビを見ていた当時の少年たちもアムロバズーガはやめとけと <laughs>。それは4発しかない,ないぞと。見てみろと。シャアをはじめモビルスーツ、空中、もう宇宙空間で5機いるのがお前見えねえのかと。5機いる的になんで4発込めてるバズーガ持って出るんだよって突っ込みしたいんですけども。ただアムロにしてもですね。 戦闘時間は2分だというふうにアムロの方も言われているんですね。なのですごい長距離の戦いになるだろうから接近戦の武器ではなくてバズーカっていうのは自力で推進するロケット弾を撃つのでかなり遠方の敵を攻撃できるんですね。ものすごい遠くの見えないぐらいの敵を攻撃するのには最高の武器なんですよ。ビームライフルもある程度遠くまで届くんですけどもビームライフルの ビームといいううののは細すすぎて、ほんんちょっと手元が狂うだけで、で敵に当たらないんですね。それに比べてバズーカというのは大体の精進で撃てばおそらく人工知能かなんかである程度近くの敵にまで当たるような装置がついてるのです、ね、やっぱり遠距離で敵と戦う時はバズーカを持って出たいわけですね。ということでアムロ君はバズーカを持って出てしまったとあっという間に撃ち尽くすとそうなるとですねアムロシャーは「はやらせるかそこだ!」 しまったバズーカのスペア弾がということで亡くなってしまいます。セーラさん、ビールマライフをくれませんかセーラが、無理よ、ライフルを発射することはできないわ、メカニックマンに聞いてみるけどということで、その後ちょっと戦闘があります。ただ、セーラさんからやっと通信がありました。アムロ、今はガンダムハンマーしか打ち出せないわ。<laughs> アムロ、それでいいです <laughs> っていうですね、このガンダムハンマーしか打ち出せないわ。<laughs> アムロ、それでいいですっていうですね、この 一見不要に見えるやり取りを一回入れただけで、この無理やりなトゲのついた鉄の玉っていうのがですね、どのような位置かっていうのがわかるんです。この富野さんの遊び心っていうんですかね、リアリティがない兵器を出すときに、ちゃんとプロセスを踏んで、ガンダムハンマーしかない。ビームライフル、あんな危険なものをカタパルト打ち出すなんてできないわ。まあ、後にやるんですけども、その時セイラさんはそう思ったんですね。なので、 今出せるものはだってガンダムあのバズーカを打ち尽くした後、接近戦になっちゃったから逆に言えば弾切れの恐れがないガンダムハンマーっていうのを、まあ、使ってみようというふうなことになったんでしょうね。で、あのー、今はガンダムハンマーしか打ち出せないわそれでいいですというふうなことでガンダムハンマーを打ち出します。で それが案外役に立ってですね、シャアの有能な部下の腹にごつんと開けてる、これがガンダムハンマーですね、<laughs> トゲのついた鉄の玉で言る、と、本当にトゲのついた鉄の玉ですね、これがガンと当たったらですね、シャア、モビルスーツ、核爆発を起こしちゃうんですけれどもです、ね、<laughs> なかなか優秀な武器だとわかります。<laughs> はい、えー。お待たせしましたですね、えー、事務所から取ってまいりました。<laughs> ガンダムハンマー、これですね。ガンダム本体と比べてもやはりかなりでかいですね。あの、棘のついた鉄の玉であるのがわかります。で、これはですねあ、まあ、あの、なんだろうな、ハイパーハンマーというですね、えー、ロケット噴射の噴射口がついてるバージョンだから、まあ実際にはガンダムハンマーではないんですけど、まあ大体こんなものだと思うんです。で、これが敵にですね、ゴーンって当たるわけですからですね、まあ、破壊力はすごいんですけども、 な,なんでしょうね宇宙空間でこんなもん投げたらです、ね、自分が真後ろにすんでいくわけですからです、ね、あんまりいい武器ではないというかです、ねまあ、使いようがないわけですよね。本当にね、あのー、要求を言ってください何でも出しますというのは富野さんさすがにこの時は後悔したと思いますけどもです、ねえー、後半はです、ね、さらにガンダムハーモンの話がもう少し続きますであとです、ね、ちょっとあの本編中でも言ってたんですけども超合金の、あのー、話ですね、えー、アンチモニ合金って言ったんですけども、まあ えー、正確にはです、ねえー、と鉛と鈴とアンチモンのです、ね、合金ですね、えー、で欠点はです、ね、寒さに弱いことなんですよ超合金ってあのポピーという会社がバンダイの子会社だった会社なんですけどがです、ね、あの開発して出したんですけどもです、ねまあ、あのこういうフィギュアを作る時に全部をプラスチックで作るんではなくて一部分一部分ちょっとずつをそのあのなんだろうな えー、ダイキャスト合金で作ればずっしりと重くて子供が喜ぶと思って作ったんですけども、えーまあ、東京とかです、ね、静岡で開発するわけですよねでそこで大丈夫だろうと思って発売してみたら寒さに弱いから北海道で,です、ね、売り出した時に箱から出しただけでですねなんかこうボロッと金属が崩れてしまったというクレームがですね、まあ、あの来たそうです、えー、まあ、北海道では遊べないという意味ではなくてどうも倉庫に長い間置いといて 零下20度ぐらいになっちゃうとあのダイキャスト合金というのはですね、えー、かなり脆くなることがあるそうです、えーまあ、今のやつはですねあの今の,あのスーパー超合金とかは、えー、合金の配分変えてるから大丈夫だと思うんですけども当時の,そのマジンガー Z あたりからですね、えー、北海道ではこういうのがあったという悲劇がですねオタク界には伝わっております、えー、あとはですねあのドレンのセリフですねさすがですねシ,シャーショーさ あのさっきも話してた軌道が変わるってやつなんですけどもちょっとあの後半終わってからですねこのビーチボールの地球儀をですね、えー、ベースにしてもう少し解説してみたいと思いますそれはもうあの後半の本になります、えー、それではですね無料のガンダム講座大気圏突入はここまでになりますえー、ここから先はですね有料になりますえー、ではですね、えー、ガンダム講座大気圏突入後半、えー、有料版を準備ですねはいスタートさせてくださいそれではどうぞ 岡田司夫,夫ゼミはですね今あの無印というのとあとプレミアムというのと2種類に分かれております、えー、今皆さんが見てるのは無料の放送というふうなやつで、まあ、YouTube でも見れるしあとあのニコニコ生放送ドワンゴの会員になってる方もですねあの無料で見れる部分なんですけれどもですねそれ以外の、まあ、上位バージョンとしてです、ね、無印岡田司夫ゼミ月額500円というのとプレミアム月額2000円というのがあります まあ、その差は何かというとプレミアムの方はですねアーカイブに入れるというやつなんですねアーカイブというのは岡田司夫の、まあ、映像の過去の、えー、かなり、えー、膨大なものですかこの間計算したら800時間以上あったから多分1000時間以上あると思うんですけど、まあ、それが見れるとかあとまあ,あの大体過去のですね僕の書いた本の,、まああの原稿そのものが入ってたり文字が入ってたりするというサービスであります。なので まあ,あの、無料で見ていただいても全然大丈夫楽しめるように作ってるんですけれども興味があったりですねお金に余裕があったら、えー、500円の無印もしくは2000円のプレミアムの方に1回ぐらい入ってくれでもですね俺こんなに頑張ってんだからいいんじゃねえかなと最近ですね <laughs> 思い出してるというなんかそこら辺でありますそれではどうぞよろしくお願いします。